はい、エルカチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、待っていたですね、ポケット Wi-Fi を頼みました。前に2つですかね、 WiMAX と無限 Wi-Fi をですね借りて使ってみたんですけど、使い勝手が良かったのは無限 Wi-Fi でした。やっぱりですね、家の中だけじゃなくて外にも持っていけるので、車の中でもですね、使えるなっていうので、非常に役に立ちましたね。エルカチャンネル。無限 Wi-Fi にまた契約の手続きをしたんですよ。そしたらですね、無限 Wi-Fi がコロナウイルスの影響で今発送がですね、遅延してるそうです。無限 Wi-Fi が正直トータル的に使い勝手と値段が一番良かったんですよ。なんですけど、しょうがないんで、別のところ、どんな時も Wi-Fi の方にですね、問い合わせてみたんですよ。そしたらそちらの方はですね、全然即日発送できますっていうのが返ってきたので、じゃあもう無限 Wi-Fi の方はですね、キャンセルって形で連絡して、でもそのまんまどんな時でも Wi-Fi の方で契約を進めて、そしたら昨日それ昼ぐらいにネットで契約したんですけど、そしたら夜発送しましたってメールが来まして、うわマジかいと思って めっちゃ早いじゃんとか思って、明日物が来るみたいです。楽しみですね。エルカチャンネル。使う機械自体は一緒なんですよ。値段がですね、若干高くなるかな。まあそこはしょうがないかなと思って、届いたら届いたですぐレビューしたいと思います。エルカチャンネル。今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。